久しぶりだね。君はまだ覚えているかな。助けを求める少女の叫びが君のもとへと届いたことを。すべての始まりは突如現れた謎の大穴。クリスタルは闇に飲み込まれ、世界は危機に瀕していた。ちょうどその頃だったね。君がこちらにやってきて、あの4人と出会ったのは。最初はティズ。すべて大穴に飲み込まれてしまった彼だけど、君の魂の力を借りて生き残った奇跡の少年だ。絶望の淵にいた彼に、一人の少女が希望をもたらした。それがアニエス。クリスタルに輝きを取り戻せる唯一の存在だ。二人は妖精エアリーに導かれ、クリスタル解放の旅に出た。次に出会ったのはリングアベル。記憶をなくしたお調子者。彼はある少女を探していた。それがイデア。リングアベルはいきなり運命の人だなんて言い出して、もともと彼女は敵だったんだけど、信念に従い君たちの仲間になったんだ。君たちの旅は戦いの連続だった。行く手を阻むのはエタルニア公国軍のアスタリスク所持者たち。クリスタル信仰に異を唱える公国はその巫女アニエスを捕まえようとしていた。だけどそんな彼らを突破して、ついに君たちはやり遂げた。風、水、火、土、すべてのクリスタルを解放し、その輝きを取り戻したんだ。これで世界に光が戻る。君たちがそう思ったその時、突如光の柱が立ち上り、空に大穴を開けた。別の自分たちが住む平行世界に通じる大穴だ。またどこかの世界に大穴が開いてしまう。こうやって負の連鎖が続いてきたんだ。クリスタルを解放すること、つまりそれは仕組まれた罠だったんだ。すべて思い出した。自分と同じ顔を持つアナゼルを見て、リングアベルはつぶやいた。自分がある敵に敗れ、別の平行世界から流れ着いた存在であるということ。その敵というのが、そう、君たちを導いてきた妖精エアリーこそが真の悪だったんだ。エアリーはイクマンの平行世界を大穴でつなぐことで邪神を復活させようとしていたのさ。邪神ウロボロス、奴は平行世界を自らのエネルギーに変える、まさに無尽蔵の力を持った敵だった。4人ではかなわない。彼らが諦めかけたその時、君へ少女の声を届けたペンダントが光った。その光が数多の平行世界の4戦士たちを結びつけ、ついに君たちはウロボロスを打ち破ったんだ。こうして再びルクセンダルクに平和が訪れた。それからアニエスは暴走したクリスタルをめぐって一つ一つ元通りにしていった。その最後の旅から戻った後、彼女は法王になったんだ。イデアは父の理想を継ぐため国へと戻った。大切な人たちと今度はしっかり手を取り合い、新しい時代を築こうとしている。リングアベルは自分の世界へと帰っていった。目的はわからない。忘れていた使命を思い出したのかもしれないな。そしてティズは自分に宿るもう一つの魂に気がついた。そう、君の魂だ。借りてたものちゃんと返さないとな。こう言ってティズは長い眠りについてしまったんだ。どう？
思い出したかな。そして世界は再び動き出す。待たせたな、世界。秩序よ、私は全てを否定するものだ。アニエス様、お下がりください。拒否します。クリスタル聖教とエタルニア公国、そのようやくたどり着いたこの和平調印、何者にも邪魔をさせません。あらあら、お元気ですわね、法王アニエス。長年にわたり力を持ち続けてきた聖教と公国、その両方を一挙に叩く絶好の機会と思いまして、この場を狙ってまいりましたのですわ。私たちもずっと待ち望んでいましたの。なんだと？ならばいいだろう。このエタルニア公国元帥が切り伏せてくれる。アナゼルよ、私に続け。へっ。バカな、何者だ貴様。そんな攻撃通じませんわ。このお方は偉大なる皇帝陛下、皇帝オブレリオン様、すなわち世界を革命するお方ですわ。おお、アニエス、お前を迎えに来た。この世界の否定にその力利用させてもらうぞ。待て、俺の名はユー・ゼネオルシア、聖教騎士団三重士の名にかけてアニエス様を守る。ほう、力の差も顧みず私に挑むか。若き騎士、そのお前の勇気、この手で否定してくれよう。いいえ、逃げるわけにはいきません。俺の使命はあなたをお守りすること。死んでも引くわけにはいかないんです。別の世界のものと交信する力があるペンダントか。だがこれで切り札は失われた。さあ、そろそろ終わりにしよう。としての覚悟だけは一流だな。陛下、後々面倒なことになりそうですが、ここで殺しておいた方が良いのではなくて。うん、さらばだ、若き騎士よ。アニエス様、あれから一週間も目を覚まされず、ジーヤは心配しておりました。一週間？ええ、生死の境をさまようほどの渋滞でございました。
これほど早く回復できたのは奇跡としか言いようがありません。そうか、俺あの皇帝ってやつにやられて。ユウ様は聖教騎士団の名門ゼネオルシア家の大事な跡取り、その身に何かあってはとこのじいやずっと祈り続けておりました。当家初代守護聖人であるファンダル・ゼネオルシア様のご加護のおかげでございます。ともかく今はゆっくりとお休みなさいませ。アニエス様、俺はあの人を守れなかったのか。これは、これはペンダントのかけら。アニエス様、みんなは大丈夫だろうか。大聖堂に行ってみよう。誰もいない。そんな、ユウ、お前生きてたのか。ジャン、それにニコライさんも。おお、ユウ殿、意識不明の重体と聞いておりましたが。こんな時にいつまでも寝ていられませんよ。それより騎士団のみんなは無事なんだよね。ほとんど壊滅状態さ。200人以上いた騎士も司祭もみんなやられちまった。戦えるのは俺とお前とニコライのおっさん、騎士が20人いるかいないかだ。そんな、皇帝は、アニエ様は今どこに。おそらくあそこでしょう。窓の外をご覧くだされ。窓の外。あの、浮かんでいるのは一体。浮遊城、私たちはあれをそう呼ぶことにしました。あの空飛ぶ城で移動しているのが皇帝オブリビオンが率いるグランツ帝国。どうやら今現在はエタルニア公国総司令部を攻撃しているようですね。公国が攻め落とされるのも時間の問題だろうよ。そうか。悔しいが俺たちにはどうすることもできねえ。ええ、しばらく状況を見守るしかありませんね。分かったよ。だったら俺今すぐ浮遊城に行ってくる。そうそう、今すぐ浮遊城に。ってなんだと。ユードの、私たちの話を聞いていましたか。あなた一人で向かったところで何もできますまい。ユウ、お前皇帝にやられたばかりだろう。そのお前が言ったところで今度こそ本当に殺されちまうぞ。でも俺は死んでない。生きてる。諦めない限りやり直せるんだ。だったらリベンジだ。浮遊城に乗り込んでアニエス様を救い出す。本当お前はめげねえな。一遍死にかけたってのによ。どうせ止めても無駄なんだろ。だったらしゃあねえ、俺もついてってやるさ。お前一人でのこのこ行っても皇帝のところ着く前に殺されるのがオチだしな。だが俺が一緒にいりゃそうはならねえ。この剣の天才、烈火のウルフ、ジャン・アンガルドがいればな。ジャン、ありがとう。本当に心強いよ、ジャン。それにしても自分のことを天才っていうのはどうかと思うけど。なんだと。まあ要するにあれだ、俺とお前のコンビなら無敵、そういうこった。相手が帝国でもなんとかなるさ。そうだね、そうと決まったら。いや、ダメでしょうな。よし、そうと決まったらすぐに。
ダメですな。俺たち二人がタッグを組めば。無理でしょう。もしかしたら今度こそ確実に絶対に殺されるでしょうな。ええ、今度こそ確実に絶対に殺されるでしょうな。冷静すぎんだろおっさん。もうちょっと空気読もうぜ。大事なことなので二度申し上げました。しかしこの私も連れて行けば話は違ってきましょう。私の専門は回復魔法。私が共にいれば君たちが命を落とすことはそうそうないでしょう。それに我ら三人は聖教騎士団三重士、共に戦い共に死のうと誓い合った仲間。そのリーダーたる優殿が行くというなら私も当然お供いたします。ニコライさん、どうやら決まりみたいだな。ユウ、リーダーらしい号令を一発頼むぜ。ああ、聖教騎士団三重士リーダーユウ・ゼネオルシアの名において命ず。これより我らは浮遊城に向かう。三重士の名にかけて必ずやアニエ様を助け出すぞ。おう、心得ました。ではユウ殿、長い旅路になりましょう。出発のご挨拶をお忘れになりませぬよう。うん、そうだね。アルフレッドさんに言っていかなきゃ。それじゃあ行ってくるね。ユウ様、ハンケチはお持ちになりましたか？持ったよ。ユウ様、ちり紙はちゃんと二枚重ねの。持ったってば。ユウ様、くれぐれもピークの無駄遣いはなさらないように。わかってるって。ユウ様、これを。もう、わかったと言ってるだろ。いいえ、ユウ様はすっかりお忘れでございます。ユウ様が幼い頃より大切になさっていらしたこれをお忘れとは。それは。いや、大事なものを忘れるところだった。ありがとう、アルフレッドさん。はい、それではユウ様、行ってらっしゃいまし。地図にマークしておきましたよ。うん、行ってくるよ。ああ、ユウ様にどうかファンダル・ゼネオルシア様のご加護がありますように。浮遊城は今エタルニア公国軍総司令部の上空にいるって言っていたね。そうだ、ここから北東の方角、殉教の森を抜けた先だな。ところでユウ、お前アニエス様を救うなんて言ってたけど何か作戦とかはあるのか？え、即戦ねえのかよ。あんだけ勇ましく言っておいてよ。いや、でも3人で超頑張ればなんとかなるかなって。なるわけねえだろ。相手は何千何万と兵を抱える大軍なんだぞ。ではこうしましょう。聖教騎士団の生き残りの兵たちをすでに先行させています。まずはその先行隊と合流し兵を増やしましょう。彼らには敵の目を引きつけてもらいます。その隙に私たち3人で浮遊城に乗り込んでアニエス様を救出するのです。兵力の差を考えるとそれしか手はありませんな。なるほど、要するにあれか、陽動作戦ってわけか。うん、完璧ですね。その作戦でいきましょう。そうと決まれば頑張りましょう。皆さん、やれやれ、単純だな。こんなリーダーで大丈夫なんかね。いやいや、目的に向かってまっすぐなのは良いことですよ。ここが殉教の森か。まずはここを抜けなきゃね。
ああ、だがこの森は魔物の巣窟だ。気を抜いてたら浮遊城に着く前にやられかねねえ。そうなると不名誉も甚だしいですな。気を引き締めて参りましょう。了解。よし、二人とも行くよ。道が分かれてるな。どっちに行けばいいんだろう。少々危険ですが、こちらの橋を渡っていくのが近道ですな。いや待って、こっちの普通の道を行こうよ。って待て、おいユウ、なんでこの急ぐ状況で遠回りの道を選ぶんだ。いや、何口ごもってんだよ。あ、まさかお前怖いのか、その橋を渡るのがよ。そうだ、その通りだよ。俺は高いところだけは苦手なの。なるほどな、例の弱点シリーズがまた出たか。しかし先行隊とはなるべく早く合流すべきです。怖くとも近道を行くのが良いでしょうな。いや待って、遠回りの道でも全速力で駆け抜ければさ。ユウ殿、大事なことなので二度申し上げます。近道を行くべきです。わかりましたよ。状況が状況だ。橋の一つや二つダッシュで渡り切ってやる。あ、バカ、そんな走ったら逆に危ねえだろ。やれやれですな。そろそろこの森も抜けられそうだね。だな、もうすぐ先行隊に追いつくだろう。いや、お待ちなさい二人とも。その前に一山越えなければなりませんな。一山？あ、魔物？それもあんなにでっかいやつが。あれはトロルですな。こんなところに巨人とはね。あんなでも妖精に分類されるという説がございます。森深くに生息し、粗暴で大雑把、時には人を襲い食らうとも言われている。その通り、さすがはユードの博識ですな。さしずめ我らはまるでビンガルディナーのように奴の目に映っていることでしょう。だから冷静すぎだろ、ニコライのおっさん。ちょっと怖いこと言ってんじゃねえって。事実を申し上げたまでです。なんでしたら大事なことなのでもう一度。いや、まあいい、ズータイはでかいが相手は一匹だ。さっさとやっちまおうぜ。そうだね、俺たちの力を合わせれば。そういうことです。聖教に使える疾風のファルコン、ニュー・ジェネオルシア。同じく聖教に使える烈火のウルフ、ジャン・アンガルド。同じく聖教に使える堅牢のバイソン、ニコライ・ニコラ・ニコ。我ら聖教騎士団三獣士、その名にかけてお前を撃つ。やった、俺たちの手でこんなにでっかい魔物を倒したぞ。なんとかこいつの飯にならずに済んだな。ありがとう二人とも。二人のおかげで倒せたようなもんだよ。おう、まあユウもよくやったんじゃねえか。いえいえ、君たち二人の力があってこそです。強くなりましたね二人とも。若者の成長は実に早い。私、涙を禁じ得ません。大げさですよニコライさん。でもこの三人ならどんな敵が現れても怖くないね。そうだな、そうかもな。よし、この勢いのまま浮遊城まで一直線だ。行こう二人とも。だから一人で先走るなってのに。
お待ちくだされ、ユウ殿。ユウ殿。三獣士の皆さん、やはり援軍に来てくれたんですね。ああ、こいつが目を覚ましやがったんだな。ところで君は？大沢カムランと申します。つい先日騎士団に配属されたばかりで。そうか、ここまでよくやってくれたね。でもここからは三獣士がついてる。俺たちも一緒にアニエス様の救出に向かうよ。わあ、それは心強いです。我らの手で必ずや法王様をお助けいたしましょう。みんなは今日ここで野営をするの？はい、本当はもう少し進んでおきたかったのですが、トロルと遭遇して怪我人を出してしまいまして、幸い傷は浅かったので彼らは町に返しました。そうですか、いけませんな。入れ違いになってしまったというわけですが、私はガテラティオに戻り負傷者たちを治療してまいります。一人で大丈夫かよ、ニコライのおっさん。大丈夫ですよ、ジャン。私とて聖教騎士団三獣士の一員、それにおそらく道は普通の道でしょうし、あとは頼みましたよ、ジャン。ああ、なるほどな。了解だ。だが気をつけろよ、おっさん。ではまた後ほど。お気をつけて、ニコライさん。よし、じゃあテントを張ってくるね。お前テントまで持ってきたのかよ。じゃあ僕ら見回りに行きますね。また後で。そうしてたどり着いた殉教の森で、俺たちは強敵と遭遇した。その形相は醜悪そのもので、丸太のような太い腕から繰り出される怪力は、もはやこいつはただのトロルではないだろう。言うならばデストロル。デストロル？なんだそりゃ。うわ、これはその。お前また手帳に記録つけてるのか？うん、旅の内容や出会った魔物とかをきちんと記録しておこうと思ってね。ほんと記録魔だよな、お前。学生時代からよ。こう見えて俺学者志望だったからね。それにこういう記録がいつか役に立つかもしれないだろ。あんま役に立ったことはねえけどな。まあマメなのはいいことだ。それにしても学生時代か。ちゃんとも長い付き合いだよね。学園の寄宿舎に入ってからだからもう5年になるんだ。そういやそうか、出会ったばっかの頃のお前はほんと泣き虫だったよな。剣の授業ではよく上級生にしごかれて泣いてたっけ。ジャンだっていつも一緒に乗されてたじゃないか。俺はベソなんか書いちゃいねえよ。喧嘩っ早くて生意気だったから仕方もねえ。でもお前はいじめられてたのは家のことでだろ。あ、思い出した。何をだよ、突然気持ち悪いな。悔しくて悔しくて、二人で毎晩毎晩遅くまで剣の練習して。ああ、血まめ何度も潰してな。そしてついに編み出した秘技、ランダム対象に4回分もの強力な物理攻撃を放つファルコンクロウ。お前あの頃から俺の技に勝手に変な名前をつけやがってよ。でも半年後には上級生全員を黙らせた。俺たち二人であの頃も今もジャンには助けられてばっかりだな。そんなこともあったっけな。でも思い出話もそれくらいにしとくぜ。よし、俺は見回りに出る。お、だったら俺も。いや、お前は休んどけ、交代制だ。そっか、気をつけてね。ああ、問題ねえよ。俺は剣の天才だ。ジャン、ありがとう。さて、寝よう。
何今の声。誰もいない。なんだか嫌な予感がする。ジャン、よかった、君は無事だったのか。無事かって。ああ、見ての通り無事だよ。思ったよりこいつらだいぶ弱かったからな。聖教騎士団とか言っても大したことねえな。もう少し苦労するかと思ったのに。これなら回りくどいことしないで真正面から言ってもよかったぜ。ちゃん、何を言ってるんだ。わかんねえか。ユウ、要するにあれだ、こいつらを殺したのは俺だってことだよ。どういうことだ。聖教騎士団三重士のジャン・アンガルドは帝国に寝返った。それも昨日今日決めたことじゃねえ。俺はずっと前から聖教騎士団に潜入してたんだよ。本当なのか、ジャン。騎士団を裏切ったのか。だとしたら俺はそんな顔されると思ったよ。だからお前には何も言わず去るつもりだったんだ。だが状況が変わった。少しだけ大きく変わった。まずお前があの昏睡から目覚めたこと、次に皇帝に戦いを挑むと宣言したこと、あんな目にあったのに、あれだけの力の差をまざまざと見せつけられたのに。だから俺も考えを変えたのさ。お前みたいなやつは、いや、お前みたいなやつだからこそ味方に引き入れるべきだってな。何？ユウ、俺と一緒に来い。お前も帝国に入るんだ。バカ言うな。そんなことできるわけないだろう。その答えも予想してたよ。まあお前ならそう言うだろう。だがそうなると俺はお前を殺さなきゃなんねえんだよな。俺は本気だぜ、ユウ。帝国の敵となるものは全て切り捨てるのが俺の役目だ。それがたとえお前でもな。俺に挑んでくるか。やめた方がいいぜ。今まで俺に剣で勝てたことはただの一度もない。そうだろ。だからって三重士のリーダーとして引くわけには。ん？なんだ。おにぎなさい、ユウ。アニエ様の声、一体どこから。ここです。このペンダントからだ。そうです、ここからあなたに語りかけているのです。アニエ様、ご無事で。それより早く逃げるのです。しかし引けない気持ちはわかります。ですがここで命を落としてしまっては何もかも終わりです。今は一度引くべきです。お願い、ユウ。くそー。待て、ユウ。チッ、取り逃がしたか。ま、手間が省けて助かったぜ。じゃあな、ユウ。なんとか助かったみたいだけど、こんなところまで流されたのか。何もできなかった。ジャンを前にして、ちくしょう。
これから俺どうすれば。そうだ、アニエ様、アニエ様、反応がない。いってってってて、そこら中擦り傷だらけだよ。ニコライさんに知らせなきゃ。確か負傷兵の治療のためガテラティオに戻ってたはず。えっ、くしゅ、うー、寒い。ああ、ユウ様、ご無事でしたか。アルフレッドさん、無事だけど、どうしたの。帝国の一団が再び大聖堂に押し寄せてきたと。なんだって。ニコライさん。ああ、ユウ様。ニコライさん、ニコライさん、大丈夫ですか。ニコライさん。ユウ殿。見ての通りです。帝国の者たちにやられました。ここにいた騎士たちは全滅し、そして私もどうやらここまでのようです。そんなこと言わないでください、ニコライさん。ユウ殿、あなたはなぜここに。ジャンが裏切ったんです。野営地にいたみんなも殺されてしまったんです。その上あなたまで失ったら俺は一人に、本当に一人になってしまう。そうですか。まさかそんなことになるとは。であるならばユウ殿、あなたに一つだけ頼みが、あ、いや、お願いがあります。あなたは逃げなさい。この不毛な戦いから逃げるのです。そして生き延びてください。な、何を。帝国の力は強大です。決して一人で立ち向かえる相手ではない。無駄に命を散らすのではなく、生き延び、ユウ殿らしい人生を謳歌してほしい。これは私の最後のお願いです。どうかお聞き入れください。私は三重士の最年長者として、あなたの成長を見守り続けてきました。家族のいない私にとっては実に息子のように思えましたよ。だからこそ言う、あなたには生きていてほしいのです。息子の死を願う父いないよ。ニコライさん。いいですか、ユウ。大事なことだから二度申し上げます。どうかあなただけは生き延びてください。ニコライさん、ニコライさん。皇帝陛下、エタルニア公国総司令部の制圧がほぼ完了しましたわ。よろしい。して、ジャンはどうしている。ジャンの任務は半分は成功で、半分は失敗した模様ですわ。騎士団は概ね殲滅しましたが、
竜を取り逃がしてしまったようですの。ほう、またしても生き延びるとはな。だがそのような不屈の者こそここで否定しておかねばなるまい。黒巫女あやめ。陛下、任せてよ。その竜ってやつをいたぶって苦しませながら殺してあげるよ。そのように遊ぶ必要はない。ただ排除すればよい。クーフーリン、お前はエタルニア公国制圧の仕上げにかかれ。承知いたした。お任せあれ。クーフーリン、扉の開け方は教えたはずですわよ。これは失礼オーバー。我が生まれし時代には扉などというものはなかったからの。目の前の障害は全て打ち砕く。それが太古の戦士の習いにて。なんと荒々しい方ですこと。戦士としては極めて優秀なのですが。その力、戦場にて存分に振るってもらうとしよう。影響なる帝国兵たちよ、皇帝陛下より勅が下された。これより我らは殲滅戦に入る。殲滅戦とはこれすなわち全兵力をもって突入し皇国の兵士どもを滅殺することである。よいか。決して手加減などせず、歯向かう者は容赦なく切り捨てよ。逃げ出す者も容赦なく追い立てて切り捨てるのだ。では行くぞ。ユー様、どうされたのですか。旅支度などされて。決まってるさ。アニエス様を救いに行くんだ。そんな危険です。帝国を相手にたったお一人で行かれるなど。分かってる。でももうその役目を果たせるのは俺しかいないんだ。だったらやっぱり行くべきだよね。三重師のリーダーとして。ユウ様、しばらく家を空けることになる。その間家のことは頼んだよ。アニエス様を救い出して、きっと必ず戻ってくるから。なんとご立派になられて。さすがはクリスタル聖教を支えてきた名門中の名門、ゼネオルシア家のご当主にございます。亡きお父君やご先祖様たちがお聞きになったらどんなにお喜びになることでしょう。アルフレッドさん。承知いたしました。ユウ様、このお屋敷のことは私めにお任せください。ファンダルゼネオルシア様のご加護がありますように。ありがとう。それじゃあ行ってくるよ。ニコライさん、あなたはこの戦いから逃げるよう言ったけど、やっぱり俺頑張ります。たった一人になってもアニエス様を救出すること、それが俺たち三重士の、いや、このゼネオルシア家に生まれた俺の、旧ゼネオルシアの使命ですから。橋が落ちてる。やれやれ、もう一つの道を行くしかないな。別に高いところが苦手だからってほっとしているわけじゃないぞ。敵か。来るなら来い。一人だろうと俺は負けないぞ。
来ないか。気のせいだったのかな。ま、これだけうっそうとした森だ。風が吹いただけだよ。きっと、独り言が増えたな、俺。なんか、すごく寂しい人みたいだ。いつもジャンやニコライさんと三人だったからな。あの時野営した場所か。天気も崩れてきたか。仕方ない。またここに泊まろう。一人きりってこんなに静かなんだな。ラララ寂しくない、一人ぼっちでも平気さ、むしろ楽しいくらいだよ。頑張れユウ。というわけで、俺は再びこの場所で野営することになったのだった。忌まわしい出来事のあったこの場所で再び夜を明かすのは耐えられそうに。気が進まない。風は強く、木々のそよぎはまるで死んだ仲間たちの怨念の声。うわっ、何書いてるんだ俺。なんか本当に怖くなってきちゃったよ。俺、お化けだけは苦手なんだよな。って、あれ、今、人影が。誰？誰かそこにいるの？見間違いだよね。ビビってるから、何でも気になっちゃうんだな。何この人形。さっきまであったっけ。なぜだユウ、なぜ私たちは死んで、お前だけ生き残った。
グーグー、逃げられちゃった。でも助かりました。もうダメかと思いましたから。ところで、あのイデアリーさんって言いましたよね。そうだよ。っていうことは、つまりあなたはエタルニア公国元帥のご令嬢、そしてアニエス様の盟友、かつてクリスタルを闇から解放して世界を救った光の戦士として聖教に伝わる、あの世界を救った光の戦士か。違いました。いや、私はそんな大層なものじゃないよ。私は私だしね。それにしてもびっくりしたよ。占い師のおじいさんが言った通り、本当にここでピンチだったし。君もアニエスを助けに行くんでしょ。よし、一緒に行こう。え、一人より二人の方がいいでしょ。どう？仲間になってくれるってことですか。いや、かな。いや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 、嫌なの。いやいや、嫌じゃないです。どっちなのよ。もちろんすっごく心強いです。そりゃよかった。じゃあまずは占い師のおじいさんのところに行こう。ユウを助けたら戻ってこい。そしたらもっと重要な情報を教えてやるって言ってたし。重要な情報？何でしょう。それを確かめなきゃね。まだエタルニアの町にいるはずよ。行きましょう。はい。ユウ、何それ。アニエス様。はあ、何、どういうこと。イデア、イデアなのですね。アニエス。このアニエス様のペンダントなんです。アニエス、聞こえる。もしもーし、もしもしもーし。あれ、聞こえています。イデア、無事でよかった。心配してたのですよ。式典に出られなくてごめんね、アニエス。私があの場にいたらこんな。こうして話ができるのです。素直に喜びましょう。アニエス、絶対助け出すからね。今どこにいるの。それはどこかの、どこでしょう。誰かに聞いてみましょうか。ああ、アニエスはじっとしててね。方向音痴と世間知らずは変わってないな。おそらく浮遊城の中だとは思うのですが。なるほど。こうしてアニエスと話ができるってのは思ったより有利なことだね。ええ、私も二人の手助けができるよう頑張ってみます。でも決して無理はしちゃダメよ。アニエスの身に何かあったりしたら元の子も。はい、わかりました。元気にまた会えることを楽しみにしています。どうかイデアもユウもご無事で。私も会えるのを楽しみにしてるよ。さあ行こう、ユウ。はい。戻ったか、クロミコアヤメよ。報告はすでに受けた。例の任務果たせなかったようだな。ごめんなさい、ホテヘンか。あなたには失望しましたわ。少年一人を始末することができないだなんて。その上アスタリスクを奪われてしまうとは。この失態、万死に値しますわ。そうは思わなくて。ほら、何か最後に言い残すことはなくて。待たれよ。クロノリ。お嫁様を罰するなら
我に罰を与え。我はあやめ様の従者、主の代わりに罰を受けるはむしろ誉れである。さあアンネ殿、我に罰を与えよう。さあさあさあ。と申してますが、いかがいたします、皇帝陛下。空風林よ、私ではなくあくまであやめを主と呼ぶか。いかにも、太古の昔に死した我をこの世に呼び戻し、再び武を誇れるのはあやめ様の魔力のおかげ。与えられたこの命、元より主あやめ様のものなり。アンネ殿がやらぬというのであれば、自ら命を絶つ所存。待って、クーフーリン。よいのです、あやめ様。これも武人の花道なれば、さぱっと切腹してご覧入れましょう。では、これにておさらば。いいな。お止めなさるか、皇帝陛下。あくまであやめ様に償わせると。お前の忠義に免じ、お前の主の失態は不問としよう。その代わり、主従で力を合わせこの失態を挽回してみせよう。陛下、甘いのではなくて。失態には叱るべき罰を与えなければ他の者に示しがつきませんわ。死をもってしても償いにはならん。自らの失態は自らの働きによって挽回するべきだ。戦え、黒巫女あやめ。従者と共に命を懸けて、力及ばず敗れることもあるだろう。だが何度敗れたとしても諦めることだけは許さぬ。戦って戦って、それでも勝てぬとしても、その命尽きるまで戦い抜き、知ってみせよ。はい。ありがたきかな、皇帝陛下。そのお言葉、我もしかと受け取り申した。ではあやめ様、主従一体となり、あの者たちを倒しに参りましょうぞ。ええ。さすがですわ陛下。彼らの戦いぶりに期待しましょう。やり直しが効くうちは良いというものだろうな、アンネ。ええ、そうですわね、皇帝陛下。エタルニアの町か、素敵なところですね。そう言ってもらえると嬉しいな。ここは私のふるさとだから。ユウも知ってるかと思うけど、エタルニアは不死の国って呼ばれるほど医療が進歩しててね、クリスタルのエネルギーを白魔法に転化して。ほら、あの太いケーブルで町中に行き渡らせているのよ。本で読んだことがあります。風邪とかひいてもすぐ治せるんですよね。へっくし。うわ、話してるうちに冷えてきちゃいました。ごめんごめん、本当に風邪ひいちゃったらつまらないよね。それじゃあ行こうか、占い師のおじいさんのところへ。中央医療棟、ほら、あの大きい建物だよ。はい。どうやら二つの星が巡り合ったようじゃな。だがまだ光が足りん。足りんの。これだけじゃすぐに闇に飲まれちまうわ。やはりあの星をも巡り合わせねばならぬな。三つの星の光を合わせれば、あるいは。おじいさん、戻ったよ。しかし気になるのはもう一つの光じゃ。あの星は吉兆か、あるいは不吉の兆しか。
とんでもなくでかい人ですね。まるでデストロール？全然聞こえてない。仕方ないな。おーい、おじいさん、戻ってきたよ。なあ、なんじゃ。お嬢ちゃんか。なんじゃいきなり大声出して。だって何度話しかけても全然聞こえてないみたいなんだもん。あ、そうじゃったか。すまんの。わしは考え事をし始めると周りが見えなくなるんじゃ。じゃがお嬢ちゃんよ、どうやら無事にユー・ゼネオルシアと出会えたようじゃな。うん、ありがとう。おじいさんのおかげだよ。あの、俺からもお礼させてもらいます。おかげさまで命拾いしました。それは何よりじゃ。それにしてもすごいんだね、占いって。全部おじいさんの教えてくれた通りだったよ。星を見れば人の動きは大体読める。占いは万能ではないが、ざっくりした未来すらもな。もっとも今は世界中の人々の未来が闇に覆われつつあるのじゃが。闇に？帝国の出現と聖教騎士団の壊滅、そして皇国もまた、今再び世界は危機に瀕しておる。しかしそれもこれから起きることからしたら単なる予兆にしか過ぎん。予兆ですか。聖教騎士団が壊滅したことすらも。さよう。そしてそれを食い止めるにはお前さんたちの力だけでは足りん。あの男、ティズオーリアを呼び覚ますしかない。え？ティズオーリアって、あの奇跡の人ティズさんのことですか？その通りじゃ。ティズオーリア、それはかつて世界を救った英雄。そこにいるお嬢ちゃんや法王アニエスらと共にクリスタルを覆う闇を打ち払った男。その助力を得ねば、こたびの危機を回避することはできるのじゃ。大丈夫ですか？いや、すまぬ。ちょっと興奮しすぎたようじゃ。話に熱がこもるとこうなる癖があってな。じゃがそれだけ本気の言葉ということよ。お前さんたちもわかるな、このことの重要さを。はい、確かにティズさんの力を借りられるなら心強いです。でも確かあの人は。そうだよ、ティズは2年前に突然倒れて、それ以来ずっと眠り続けたまま、まるで魂が抜けたみたいに。その通り。実際今もティズの魂は抜けたまま。魂が？そうよ。しかし魂が抜けたというのなら再び呼び戻しゃいい。そんな、皇国の医療の水を結集してもティズは目覚めなかったのに。そのための術をわしも探り続けてきた。そしてやっとこ見つけたのがこの品じゃ。深海の霊石、すさまじい霊力を帯びておるわい。これをティズの身のそば近くに置いてくるのじゃ。さすれば深海の力を借りて必ずやティズは長い眠りから目覚めることじゃろう。そんな、そんなことってできるの？
信じるかどうかはお前さんたちの自由じゃ。じゃが試してみる価値はあるんじゃないか。イデアさん、試してみる価値どころじゃないわ。ティズが蘇る可能性が少しでもあるなら、私はそれにかける。大切な仲間だから、いつかきっと目を覚ましてくれるってずっと信じてたんだから。ヒデヤさん、話は決まったようじゃな。では行け、二つの星よ。今もティズ・オーリアの体はエタルニア公国総司令部白魔導プラントの中。その通り。帝国の監視をかいくぐり、何としても地図をよみがえらせるんじゃ。はい、急ごう、ユウ。アニエス、聞こえてた？地図を呼び覚ますことができる。そんなことが、そんなことが。うん、どうやらできるらしいわ。この深海の霊石があれば。ティズがよみがえる。あの日から眠ったきりのティズが。うん、そうだよ。あの日、私たちが泣きながら呼び続けたティズに会えるよ。ティズがまた、ティズが微笑んでくれる。ティズが。ですが私は囚われの身。それでも、まるで夢のようです。イデア、どうかディズを。何言ってんのよアニエス。どっちも救い出すわね、ユウ。ええ、もちろんですとも。待っていてくださいアニエス様。ディズ。ところでイデアさん、ティズさんってどんな方だったんですか？アニエス様と一緒に世界を救っただなんて憧れちゃいます。パッと見は普通な男の子って感じだったよ。優しくてどこかのほほんとしててさ。のほほんとした人なのに世界を救ったんですか？すごいですね。細かいことまで気になっちゃうタイプでね、アイテムの整理とか積極的にやってたよ。アイテム整理すらも自分で？まさに縁の下の力持ち、内助の子。あとアニエスのことが好きだったんだけど、奥手で気持ちを伝えられなくてね。世紀の僕年人とかってからかわれてたっけ。私も見ていて少し歯がゆかったな。好きな人に思いを伝えられないなんて、親近感が湧きますね。ますます憧れちゃいます。なんで何言っても褒め言葉に変換されるのよ。そのぐらいすごいってことです、ティズさんが。やれやれ、まあいいわ。それじゃあとっとと憧れのティズさんをよみがえらせに行くわよ。はい。あ、イデアさん、あれは？王国の者は立ち塞がる者、逃げる者、すべからく容赦なく切り捨てよ。すべからくとはどういう意味かは分かりませんが、とにもかくにも容赦なく。そうだ、反復とたりとも通してはならん。アリの子一匹もな。はっ、アリの子、ハチの子、一匹たりとも通しません。帝国の兵よ、1、2、3、うん、1000人くらいかな。ちょ、全然数えてないですよね。バレた。でもあの人数じゃ数えるまでもなく無理だね。そうですね、一気に倒すのは無理かもしれません。でも一人ずつだったら頑張りでなんとかなります。そうそう、そうね。
け。それじゃあ行きます。ちょ、待って待って待って、そんな無茶だよ、あんな大勢いるのに。でもキズさんのところに行くにはこの道を通らないと。意外にちょっと相撲心なんだね、ユウってば。でもさすがにそれはストレートすぎるよ。ちょっと遠回りになるけど、ここから東に抜け道があるから、そっちへ行きましょう。雪道を歩くのってこんなにも疲れるもんなんですね。あれは村ですかね。そうね、敵地へ乗り込む前にあそこで一休みかな。ここは？本当の名前は知らないけど、墓標の村って呼ばれてる場所。ずっと昔、疫病で村が滅んでからは住む人もほとんどいない村。あの世界疫病に襲われた。そう。そして私の両親の生まれ故郷。そうだったんですか。なんかごめんなさい。ごめんごめん、私もまだ生まれてなかったし気にしないで。それより見て、ユウ、綺麗な花。ああ、あれはマグノリアですね。エタルニアのような寒冷地でよく見られる花で、雪を割って咲くと言われています。着付け薬としての効能があるとも言われているんですよ。へえ、ユウは博識だね。でもこの時期に花が咲くなんて珍しいですね。星が降るなり季節外れのマグノリアと言われるほど咲く季節が決まっているのに。星が降ってくるんじゃないの？まさか。そんじゃな、お墓の前で休むのもなんだから村の外れまで行こう。わかりました。それにしても今夜はひときわ月が明るいや。なんだ今の音。欲しい。起きてください、イデアさん。今何かすごい音が。こんなに食べられないよ。イデアさん、あの轟音で起きないだなんて。仕方ない、俺一人で見てこよう。なんだろうこれ。飛空艇かな。見たことない機体だけど。あの、大丈夫ですか？よかった、生きてる。気を失ってるだけみたいだ。着付けに使えるものはなかったかな。マグノリアの香りには着付けの効果があったはず。Where am I? Who are you? え、今なんて？言葉がわからないのかな。
と。ごめんなさい。大丈夫、わかるわ。まだ頭がクラクラするわね。ほら、この花を使うといいよ。え？この花は？あ、マグノリアって言うんだよ。ほら、まだクラクラするようなら、この花の匂いを嗅いだらいいよ。私にくれるの？初対面なのに？もちろん、君のために取ってきたんだから。泣いてるの？どうして？ No, it's nothing, really. ありがとう。この花、大切にするわね。そんなに感謝されると、こっちが恐縮しちゃうな。ところで、君の名前は？私、そう、私はマグノリア、マグノリアアーチよ。マグノリアか、その花と同じ名前だね。ええ、偶然ね。そうだ、近くに仲間がいるんだ、紹介するよ。イデアさん、起きたんですか？ケーキ食べ放題だったんだけど、時間切れでね。甘い夢ですね。でもまだ夢の中みたいね。見たこともない船が目の前に。ってことは、ケーキ！夢じゃないですよ。そう、やっぱり？残念！あれ、その子は？実はですね。この子が空から降ってきたって？そうなんですよ。それで、君はどこから来たの？どこから来たのかって？それは、あの月からやってきたの。月？冗談でしょ？ううん、本当よ。月は私の故郷なの。でもね、ある日私の故郷は滅ぼされてしまった。私はね、その仇を討つためにルクセンダルクに来たのよ。仇？その仇が、そう、あの中にいるみたいなの。浮遊城の中に？ちょうど俺たちも浮遊城に向かってるんだ。俺たちの敵と、そして助けなきゃならない人があの中にいるんだよ。グッグレイビー。だったら私も連れてってくれない？え、君を？目的地が同じなら一緒に行動した方がいいでしょ。それに、ほら、私はあなたから花を受け取ったわけだし。こう見えても私、腕は立つのよ。どうしようか、ユウ。皇帝の手先ってわけでもなさそうだし、仲間は多いほどいいですしね。確かに。それじゃあ、改めて自己紹介だね。私はイデアリー。俺はユウ・ゼネオルシア。よろしく、マグノリア。あ、もう一人紹介しておくね。話は聞かせてもらいました。 What in the world? この女の子は？アニエ様って言うんだよ。さっき言った俺たちが助けようとしてる人さ。はじめまして、アニエス。マグノリア・アーチよ。マグノリア、あなたもユウたちと共に戦ってくれるのですね。ユウやイデアのことをよろしくお願いします。ええ、ユウのことなら任せておいて。ユウにイデア、それにアニエス、こちらこそよろしくね。さあ、そろそろ夜が明けるわ。
少し休んだら出発しましょう。総司令部への抜け道ですね。そう、ちょっと寒いとこだけどね。寒い？私はそんなの全然平気よ。頼もしいわね。任せておいて。抜けたら地図のとこまで少しだから。魔物の気配がプンプンしますね。頑張りましょう皆さん。あ、待って、だったら今のうちにこれの使い方を説明しておくわね。砂時計？これは私たち月の民に伝わる秘宝よ。時間のエネルギーを少しずつ蓄積するの。その力を解放すればほんの短い間だけど時間を止めることができるわ。時間を止める？初めて聞いたよ。そんなすごいアイテムなんだこれって。バトル中にスタートボタンだからね。みんなもうまく使ってね。ところで総司令部ってところには敵も相当いるのよね。ひょっとしたら皇帝とかいうやつもいるかもしれない。大丈夫かしら？確かにそうだけど、だからこそ頑張らなくちゃ。死ぬ気で頑張ればきっとできないことはないさ。ティズさんを蘇らせるのも、アニエス様を救い出すのも、皇帝を倒すのも。死ぬ気で頑張ればできないことはないか。そう、とにかく頑張って必ずリベンジする。ガンバリベンジだよ。ガンバリベンジ、ルクセンダルク語と月の言葉のミックスね。そうなの？ええ、その言葉気に入ったわ。ガンバリベンジ、ガンバリベンジ。気に入ってもらえて嬉しいよ。それじゃあこの先も頑張りましょう皆さん。マグノリア、もうすぐ出口よ。グッグレイビー、もうこんな寒さゴリゴリよ。待てい！ダックス、ルークアウト、ユー！あんた、あの時の！ってことは、そっちのでかいのも帝国のやつね。さよう、我が名はクーフーリン、あやめ様の従者なり。グッグレイビー、強そうなのが出てきたわね。この前は油断したけど、今度は二人だから資格なしだよ。で、そっちはまた一人仲間が増えたみたいだね。まあいいや、私たち二人が揃えば負けるはずないしね。人形が喋ってる。驚いた？そう、これが私の能力。あやめ様、素晴らしき腹話術です。はあ、これは失礼いたしました。あやめ様を褒めたたえたいばかりについこの口が滑ってしまったようで。なんだかおかしな二人ね。でも油断できないわ。前も苦労したのに今度は二人に増えるなんて。大丈夫よ、こっちは三人いるわ。私たちの力を合わせれば勝てるはずよ。数で勝るがゆえに勝てると申すか？ならばこれでどうだ。うわ、武器がどっさり出てきた。我が能力は
あらゆる武器を使いこなす力だ。この千の武器の前に打ち倒せないものはない。来ますよ。我はチャリオットのアスタリスク所持者、蹂躙のチャリオット、空風林。あやめ様の魔力でよみがえりし、古の戦士なり。私はクノミコのあやめ、ウィザードのアスタリスク所持、元所持者。我らの魔力と武力、二つが揃えばまさに無敵。さよう。我ら主従の力を合わせ、お前たちを撃つ。こいつも強い。やはりあの姿、普通じゃないもんね。人を化け物のように貶めるか。どう見ても馬、人馬兵。これは我が相場セングレン、あやめ様の魔力で蘇る際に融合したのよ。ごめんなさい。人馬一体は戦士の究極の姿よ。我が最大の誇り。どうだ、羨ましかろう。あやめ様、まさかこんなに強いなんて。逃げて、陛下の命令になどせっかくよみがえ、また死ぬのは嫌でしょう。あやめ様、あやめ様、すぐに音もつかまつりますぞ。あやめ様、主人は一心同体でなければなりませぬからな。待たせたな。にやり合おうではないか。貴様らの首、あやめ様へのたぬけとせん。あやめ様、今そちらに。なんとか勝てたぞ。強敵だった。こんなに苦労させられるだなんて。マグノリア、ありがとう。君のおかげだよ。どう？連れてきてよかったでしょ。うん、すごく心強いよ。きっとこの子は戦力になる。私は最初からそう睨んでたんだ。お、ずるいですよ、イデアさん。何がずるいのよ。こういうのは言ったもん勝ちなのよ。マグノリア、改めてお願いするよ。この先も一緒に戦ってくれる？ Good gravy! ふつつかものだけど、末永くよろしくね。うん？よし、それじゃもう少しよ。地図に印をつけておいたからね。ええ、頑張りましょう、皆さん。これは生命維持装置だよ。広告の医療技術の結晶。あの薬液に入れることで、なんとかティズの命をつなぎ止めているわ。よし、じゃあこの装置の中に深海の霊石を入れれば。キズさんが目覚めるのを待つだけですね。侵入者の形跡だと？警戒を怠るな。先ほどあっちの方で物音が聞こえたような気がします。何？よし、行くぞ。ついてこい。こんなところにいたらすぐ見つかってしまうわ。あ、だったらちょうどいい隠れ場所があるよ。よかった、ここは無事だったみたいね。あそこの抜け穴がここにつながっているなんて。ここは私の部屋なの。
鍵持ってるの私だけだし、他の場所よりは安全なはず。イデアさんらしからぬ可愛らしい部屋ですね。らしからぬってどういうことよ。こっちにはイデアらしい武具が陳列してあるわよ。らしいってどういうことよ。あら、これは日記かしら。キャー、それはダメ。ムググー、みんなおとなしくしてて。そろそろ大丈夫かな。イデアさん、これは。ああ、お父様とお母様、私が生まれた時の肖像画ね。イデアさん、俺あの調印式の時、その聖騎士殿と一緒に。うん、占い師のおじいさんから聞いたわ。お父様とアナゼルはアニエスを守るために立派に戦った。そして私は以前お父様に逆らって広告を敵に回して戦った。アニエスと一緒によく知る者、初めて知る者、死や実の父親、いろんな人と、それこそ血みどろの戦いをしたわ。大穴を消し去った後、アニエスは聖教に戻り、私は広告に戻った。これまでずっといがみ合ってきた聖教と広告の和平を何度も何度も話し合いを重ねて、ようやくあの大聖堂での、そう、あの調印式は聖教と広告が歩み寄る第一歩になるはずだった。世界中が望んでいた和平なのに、皇帝はそれを台無しにした。私が皇帝と戦うのはあくまでもアニエスを救うためでもって、この悔しさをまとめて皇帝のやつにぶつけてやりたいの。ガツンとね。イデア、異常発生だと。白魔導プラントへ急ぐぞ。また一階に戻るのでありますか。うるさい、やつが目覚める前に消去しなければ。ティズさんが目覚めたのか。 We have to hurry。あいつらよりも先に行かなきゃ。ちょ、マグノリア、待ってよ。ここまで来れば大丈夫ね。よいしょっと。え？じゃあこの人が。ティズ、ティズ、大丈夫なの？ティズ。おはよう、イデア。いきなり泣き出したりして。だってティズ、あれからずっと私もう目を覚まさないかと。ああ、そうか、僕はあれからずっと眠っていたのか。あのティズさん、おはようございます。あ、おはよう。君は？ユー・ゼネオルシアと申します。聖教騎士団の騎士で、あなたのファンです。ファン？僕が寝ている間に一体何があったんだ？
私はマグノーレア・アーチよ。さっきも言ったけど、一応改めてね。あ、覚えてるよ、なんとなく。君が僕を助けてくれたんだね。ありがとう。こちらこそ、改めてお礼を言わせてもらうよ。あら、そんなのいいのに。世界を救った英雄と聞いていたのに、意外と腰が低いのね。これがティズなんだよ。中身が変わってなくて安心しちゃった。でも外見はすっかり。寝てる間に髪も伸びたね。そう、あ、言われてみればすごい寝癖かも。髪逆立っちゃってるっぽいし。いえ、ワイルドでかっこいいです。ええ、私も悪くないと思うわ。なんか複雑な気分だよ。おしゃれを褒められたことなんてないのに、寝癖が褒められるなんて。でもその顔を真っ先に見せるべき人は私たちじゃなかったわね。ねえアニエス。ティズ、本当にティズなのですか。よかった、目覚めてくれた。ずっと待ってたんですよ、あなたが目を覚ます日を。私は待ち続けて、ごめんなさい。もしもあなたが目覚めたら笑顔で迎えようと思っていたのに。でも本当に良かったです。今こそずっとあなたに告げたかった言葉を。おかえりなさい、ティズ。ただいま、アニエス。ずいぶん待たせちゃったみたいでごめんね。でもこれは。アニエスは今どこでどうしてるんだい。それがティズが寝ている間に大変なことがあったのよ。手短に説明すると、状況は分かった。じゃあ行こうか。え、行くって決まってるじゃないか。その浮遊城ってのはこの上にあるんだろ。アニエスを助けに行かなきゃ。アニエス、僕も君を助けに行くよ。待っててね、決して無茶しちゃダメだよ。ええ、リズがそう言うのなら。さあ行こう、みんな。アニエスを救いに。ありがとうございます、ティズさん。よし、これで仲間が揃いましたね。アニエス様助けたい、結成です。アニエス様助けたい何それ。それじゃアニエス様助けたい、出発しましょう。ティズさん、改めてよろしくお願いします。そんなにかしこまらなくていいよ。いいえ、そういうわけにはいきません。よろしければ師匠と呼ばせていただきたいくらいで。師匠は恥ずかしいな。いや、しかしですね、ティズさんの伝説は聖教騎士団の語り草に。じゃあティズさんで手を打とう。よろしくね、ユウ。はい。ユウってば、本当にティズのことを尊敬していたのね。ちょっと話すだけであんなに緊張しちゃうほどだもんね。参ったな、こういうの初めてだし。あ、帝国兵だわ。ぬぐぐ、面倒だね。やっつけられるだろうけど、仲間でも呼ばれたらキリないし。確かに。どこかに行ってくれないかな。何のほほんと都合のいいこと言ってんのよ。え、
ほほん？ルンソ殿、今のほほんって聞こえた気が。ありゃ、これはまずいね。いなくなれ、いなくなれ、いなくなれ、いなくなれ。あ、もう何をやってるか。勝手に動くな。ほら、行くぞ。あ、危なかった。さすがティズさん、願いで敵を追い払っちゃった。そんなわけないでしょ、ただの偶然だよ。でもせっかくのチャンスよ、今のうちに行きましょう。うわ、何の音だ。ペンダント。浮遊城が揺れてる。どうやら動き出すみたいです。大変だ。このままじゃアニエス様が連れ去られちゃう。まあまあ、そんな焦っちゃダメだよ。ユウ、焦ればかえって危険だし、ミスも招く。でもティーズさん、このままじゃアニエス様が。分かってる。だからこういう時は焦らずに急ぐのさ。行くよユウ、遅れないでついてきて。さすがティーズさん、わかりました、行きましょう。へえ、ユウもティーズも意外と熱血なのね。いや、ユウはともかく、あのティーズまでがあんなに熱くなるなんて。よーし、私も燃えてきた。待ってて、アニス、今助けに行くからね。みんな、もうすぐだよ。ここを抜ければ、浮遊城に乗り込める。ええ、ここが頑張りどころですよ、皆さん。力を合わせて、アニエ様を救い出しましょう。そうはいかねえな。ジャン、仲間を増やしたようだな、ユウ。聖教がありがたがる光の戦士が二人もいるじゃねえか。どうやらお前らは帝国にとって脅威になりつつあるらしい。となるとやっぱここで倒しとかなきゃならねえみてえだな。ユウ、この人は。あ、彼は俺の元仲間で、今は帝国の。いや、やっぱり信じられないよ。どうしてなんだ、ちゃん。君があんなことをするなんて。言っただろう、ずっと前から決めてたことなんだって。俺は最初から聖教騎士団を潰すつもりだったのさ。そのために騎士団に潜り込んだんだ。今さらお前に何を言われようとそれは変わらねえ。俺は俺の道を行くだけだ。さあ、おしゃべりはここまでだ。そろそろ始めるか。行くぞ、ユウ。大丈夫か、ちゃん。大丈夫かだと。敵の俺に情けをかけて。まったく、アマちゃんだな。俺はただ、君を心配して。それがアマちゃんだってんだ。そんなんじゃ今に足元にすくまれず。リザレクション。そら、こんな風にな。遅かったじゃねえか、やられるとこだったぜ。まあ良いではないですか、間に合ったのですから。ニコライさん、よかった。生きていたんですね。ユウ殿、私としては望まぬ再会です。この戦いから手をお引きなさいと、あれほど申し上げましたのに。もはや隠し立てする意味はありませんな。
ならばはっきり申し上げましょう。私もジャン同様、帝国の人間なのですよ。そんな、じゃあ、あれは嘘だったんですか？俺にかけてくれた生き延びろって言葉も。いいえ、あれもまた真実です。私も君と敵対したくはありませんでした。だからあそこで死んだふりまでして君に手を引かせようと思ったのですが、どうやらそれも裏目に出てしまったようですな。ユー殿、大事なことなので二度申し上げます。この戦いから手をお引きなさい。さもなくば他の騎士団の者たち同様、あなたたちのことも殺さなければなりません。ニコライのおっさん、もう分かってんだろ。そういったところで引くやつじゃねえって。お前もあっけに取られてねえで、とっとと構えろ。グランツ帝国フェンサーのアスタリスク所持者レッカのウルフ、ジャン・アンガルド、同じくビショップのアスタリスク所持者剣狼のバイソン、ニコライ・ニコラ・ニコフ。じゃあニコライさん、もうあの頃には三重神は戻れないんだね。何度も言ってんじゃねえか。めめしいわよユウ。今は戦いに集中するんだユウ。でもユウ、今のあなたには私たちがついてるわ。うん、分かったよ。聖教騎士団三重士リーダーユウ、改めアニエス様助けたいユウ、その名にかけてお前たちを撃つ。さすがにちょっとやべえかな。強い、成長しましたねユウ殿。どうした、とどめを刺せよユウ。じゃってできないよ。アマちゃんがコンクロユウ。ここまでみてえだ。行くぜニコライのおっさん。私たちと君の道は違ってしまったようですが、君は君の道を行きなさい。これから何度我々とぶつかることになろうと。じゃあなユウ、次に会う時まで他のやつにやられるんじゃねえぞ。出会い、それは君の思いを加速させるもの。共に笑い、共に泣き、共に歩いてきた君たちだけど、もう君たちの絆は引き裂かれてしまったのだろうか。でも希望を捨てないで、新たな出会いが新たな物語を生むだろう。君にはそこにいる彼らが新しい光となってくれるはずだから。